ちは。今日は、クリスマスコーディネートってことで、赤と緑を差し色にしたコーディネートにしました。本当は例えば真っ赤な着物とかを着ようかなと思ったんですけども、あまりに派手なので、今日はちょっと日本人女子の集まりに2カ所行ってきたので、ちょっと抑えめにしました。で、多分日本人女子だったら、その真っ赤を着てこられたら、多分引いちゃうと思うので、こういうちょこっと緑とかちょこっと赤が入ってるぐらいがちょうどいいんじゃないかなって思います。で、お正月のコーディネートなんですけど、やっぱりお正月は、訪問着とか付け下げとか普段着ないような、着物を着て二重太鼓をしたいかなと思っています。で、まあ着るのが楽しみです。でも久しぶりに訪問着とか二重太鼓を、巻いてみると結構時間がかかっちゃったりするので、まあ余裕を見て着てみたいなと思っています。で、着付けの動画はこちらの方でご覧ください。前結びと普通の後ろで結ぶ結び方と両方紹介してますので、参考にしていただけたら嬉しいです。参考になりましたでしょうか。これからも皆様のお役に立てるような情報をアップしてまいりますので、チャンネル登録の方、高評価ボタンの方をよろしくお願いします。それでは、さようなら。